ジャニージャニー、5月5日金曜日から5月7日日曜日のスノーマン出演情報をお伝えします。王様のブランチにも出演しますよ。ラブだよ。まずはテレビ NHK みんなの手話第5回目です。出演するのは佐久間くんで、5月5日金曜日11時半から11時55分に NHK E テレにて放送されます。レギュラーとしてスタジオ出演です。今回は様々な家族に関する表現のほか、手話の疑問文や人数の表し方について学びます。続きましてテレビ夜明けのラビットです。出演するのは佐久間くんで、5月6日土曜日5時45分から7時30分に TBS にて放送されます。5月2日火曜日に佐久間くんが出演した時の様子が放送されます。オープニングトークや生放送終わりのアフタートークが放送されます。続きましてテレビ王様のブランチ午前の部です。出演するのはスノーマンで、5月6日土曜日9時30分から11時45分に TBS にて放送されます。 VTR 出演です。午前の部のテレビコーナーにて、それスノーマンにやらせてください特集が放送されます。内容はスノーマン勢揃い、冠番組の裏エピソードと告知されています。マリさん、情報提供ありがとうございました。予想ですが10時台の前半に放送されそうです。はい、続きましてテレビそれスノーマンにやらせてくださいナビです。出演するのはスノーマンで、5月6日土曜日14時から14時54分に TBS にて放送されます。それスノの宣伝番組第3弾が放送されます。今回は5月12日放送のそれスノスペシャルの予告のようです。内容はスノーマンが他の職業でいくら稼げるのか査定企画を実施、目黒蓮はスーパーの店員に、岩本光は覆面レスラーに、宮舘涼太はホストに、浅田真央が人力車で才能開花となっています。次回のそれスノのゲストは浅田真央ちゃんのようですね。ゴゴスマで中継されていた目黒くんのスーパーの店員の様子もやっと解禁されそうです。マリクマさん、情報提供ありがとうございました。はい、続きましてテレビ芸能人が本気で考えたドッキリグランプリです。出演するのは向井くんで、5月6日土曜日19時から20時にフジテレビにて放送されます。レギュラーとしてスタジオ出演です。今回は特に向井くんにフィーチャーした企画はないようです。はい、続きましてテレビ映画萌え彼はオレンジ色です。出演するのは岩本くんで、5月6日土曜日27時からワウワウシネマにて放送されます。岩本くんの主演映画がテレビの有料チャンネルにて放送されます。はい、続きましてテレビ冒険少年再放送です。出演するのは目黒くんと向井くんで、5月7日日曜日13時30分から14時に TBS にて放送されます。2022年6月に放送された冒険少年の再放送です。目黒くんと向井くんがレギュラーとしてスタジオ出演です。フワちゃんなどが脱出島に挑戦した回です。はい、続きましてテレビ映画おそ松さんです。出演するのはスノーマンで、5月7日日曜日21時から日本映画専門チャンネルにて放送されます。スノーマンの主演映画がテレビの有料チャンネルで放送されます。はい、続きましてラジオスノーマン佐久間大介の待って無理しんどいです。出演するのは佐久間くんで、5月6日土曜日20時から21時に文化放送にて放送されます。今回のゲストは天心向井さんです。番組からは佐久間くんと熱いアニメトークを繰り広げると告知されています。続きまして雑誌ポテト6月号です。掲載されるのはスノーマンで、5月6日土曜日に発売されます。滝沢歌舞伎のレポートなどが掲載されます。値段は850円です。はい、続きまして雑誌デュエット6月号です。掲載されるのはスノーマンで、5月6日土曜日に発売されます。滝沢歌舞伎のレポートとスノーマンのビッグピンナップがついてきます。値段は850円です。はい、続きまして雑誌リンクアップ6月号です。掲載されるのはスノーマンと渡辺くんで、5月6日土曜日に発売されます。スノーマンが滝沢歌舞伎のレポートなどに掲載されます。加えてスペシャル企画として京本大我と渡辺翔太の対談が掲載されます。お互いを褒め合う撮影で渡辺くんが照れまくるそうです。京本くんと渡辺くんのピンナップもついてきます。値段は850円です。続きましてお知らせです。5月5日金曜日は深澤くんの31歳の誕生日です。当チャンネルのコメント欄では、誕生日のインスタライブがありそうという声が上がっていましたね。先日公開されたカウントダウン TV 出演時のコメント動画で、深澤くんの誕生日当日はライブのリハがあるとラウールくんが発言していたんですよね。なので深澤くんプラスメンバー数人が登場するインスタライブが開催されるかもしれません。出演情報は以上です。それでは視聴者さんにコメント欄で投稿いただいたスノーマン川柳を紹介します。
今回は深澤くんの誕生日ということで、まずはフッカへ向けた川柳を4つ紹介します。まずは青ひげのいじられキャラの最年長、やさおで愛されいじられキャラのフッカさん、もう31歳か、いつまでもスノの元気なままでいてね、というシュガーマムさんからの投稿でした。続きましてこちらも深澤くんについての川柳です。ルイ・ヴィトン、ロエベ・グッチ、ロレックス、マナカナさんからの川柳でした。まさにフッカを表している面白い川柳でした。こちらも深澤くんについての川柳です。いじりもね、メンバーもファンも大好きよ、メンバーもファンもフッカをいじるけど、みんなフッカが大好きで仕方ないんです、という仲間さんからの投稿でした。続きましてこちらも深澤くんについての川柳です。今年こそ免許を取るか、フッカママ、車の免許いつ取るのかな、運転する姿が見たいよ、というアイコンはまだ未定さんからの投稿でした。深澤くんについての川柳は以上です。続きましてこちらはスノーマンについての川柳です。田舎者、切に願うよ円盤化、地方の田舎在住、さらに家庭の事情で長時間の外出が困難なので、円盤が一番の楽しみなんです。歌舞伎ファイナルはもちろん、そのまま出すのは難しいかもしれませんが、ダイジェストでもいいから2021年と2022年の歌舞伎も出してほしいです。もちろん去年のラボツアーも、田舎のスノ難民にも愛の手を、というみやび DM さんからの投稿でした。続きまして佐久間くんについての川柳です。杉志春、おかえりなさいピンクヘア、ラビットでやっぱりピンクヘアに戻っていたさっくん、スノーマンとスノタンの春が過ぎ去ったことを実感した、スノの春イコール竹沢歌舞伎だったもんね、というニーナさんからの投稿でした。続きまして、耳元で推しがスローとささやくの、スロースローと優しくささやくので、耳からも目からも魅了されてすっかり中毒です、色気ダダ漏れのスノたちのダンスと歌声ももう最高です、というシュガーマムさんからの投稿でした。続きまして、先日入所8周年を迎えたラウールくんについての川柳です。8年間で身長が30センチ伸びました。ラウちゃんは入所時に身長が160センチ、今や190センチ、30センチも伸びたね、でもまだまだ成長期だから伸びそう、というマリクマさんからの投稿でした。続きまして、滝沢歌舞伎についての川柳です。千秋楽、9人の涙忘れない、滝沢歌舞伎2回見に行きました。大千秋楽もライブビューイングが撮れたので見ましたが、みんな涙涙でした、ありがとうお疲れ様でした、というハラミさんからの投稿でした。コメント欄での投稿ありがとうございました。ラブだよ。今回もいつも通りスノーマン川柳を募集します。スノーマンの最近のニュースを575に込めてコメントしてください。コメント欄に投稿いただいた川柳からいくつかピックアップして、5月7日日曜日の出演情報の動画で紹介します。テーマから外れていても大丈夫ですよ。そして当チャンネルからの告知です。5月4日木曜日21時頃から当チャンネルのチャット欄でスノーを語りましょう。5月4日木曜日21時頃にこのチャンネルに来てもらって、プレミア公開の動画を上げておくので、その動画を開いてチャット欄に来てもらえればと思います。それではチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録お願いします。ラブだよ。ジャニジャニ。